はいはい、お兄さんって言われるとちょっと引きますけど、おじさんでいいですよ。はいはい、皆さんどうしよう。こんなピーこんなピー、はい、ね、もう一ついきますよ。ふにゃっしーいくよ。もっと前おいで。日陰がいいの、目開けがね。そうそう、いきますよ皆さん。はい、こんにゃっしー、こんにゃっしー。はい、よくできました。ふにゃっしー船五郎でーす。はい、こんにちはって。じゃあ五郎さん、ふにゃっしーちょっと真ん中の方おいでよ。ちょっと日差しがすごいね、ここね。すごい日焼けしちゃうね。ねえ、どうですか五郎、白川初めてだね。初めてだ。ふにゃは去年も来てるんですよね、ふなっしーに連れられてね。違う、一昨年か。去年はふにゃっしー投げてたんだよね。で、俺昨日、去年さ、思い出したんだけど、土下座したんだよね。そう、ふにゃっしーを連れてこなきゃって言うんで。で、今年もね、ゴロ、連れてこれなかったよ。お兄ちゃんは？お兄ちゃんは？うん。お兄ちゃん何してんの今日？あ、みんなで土下座するんだね。あ、君たちが土下座するんだ。すいません。でもほら、今日は何してるんだろう。でもほら、代わりにね、五郎さん取り入れてくれたから、うん、ね、ふにゃはそうすると3年連続だね。ね、すごいすごい、頑張ってるな、みんな。さあ、どうですか、五郎さん、ふにゃし、白川は。いや、すごい自然豊かでいいところ。自然豊かでいいところ、うん、もうちょっと他にないんですか。食べ物とか、ほら、楽屋でいっぱい食べてるじゃん、君たち、今日。ふにゃも食べてるでしょ。ふにゃは何のシュウマイ食べたのかな。はい、何何、あ、それエビのポーズ、はい、もうちょっともう一回やって、はい、エビ、エビ、かわいい、かわいい、かわいい。これふなっしーのファンじゃない人わかんないよ、これ多分ね。覚えてね。え、ゴローは何のシュウマイが一番好きだった。じゃあお肉のポーズ行ってみましょう。はい、じゃあシューマイのポーズ行こうか。シューマイ、せーの、シューマイ。あ、同じ。同じふにゃ、同じだね。ね、シューマイ、ね、あとは五郎さん、ふにゃし、何がいい、白川の。あとはなんかだるまが有名ですね。だるまが有名なんですか、はい、そうなの。ちょっと真ん中来てほら、じゃあ白川だるまの、あ、そうだそうだ、フラッシーが一人だるまもらってたもん。そうだそうだ、だるまのポーズでね。はい、白だるまと黄色だるまで、ふにゃだるまとゴロだるまで。 あの正月に作ってくれるかな、グッズみたいな。ちょっと作ってほしいな。そうかそうかそうか。ところでさ、ゴロフニャ、今日なんでテーマソングがパフィーになったの。これ急にパフィーになったよね、この間。うん、これ誰、フニャが好きなの。テーマソングがないのが。それで、パフィーをね、ふにゃが聴いてたの、ちょうど。なるほどなるほど。そしたら、ふにゃパフィー好きなの。好きなの。好きなの。好きじゃない。いや、好きって言ってよ、それは。それパフィーさんに申し訳ないよ。かけといて。じゃあこういう曲を作ってもらえばいいじゃないか。ね。作ってほしい。ふにゃし、ふなごろのテーマソングないしさ。うん、これダン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 ってやつ。そう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 。かわいいね。右右左、やらないのかい。あれ、ちょっとちょっと、これ皆さん聞こえてます。音楽うるさい、大丈夫ですか。聞こえてる、大丈夫。ちょっとだけ絞れます。なんだ、あ、そうそうそう、ね、今日なんか、あ、昨日でもあれだよね、五郎たちは温泉入ったよね。どうだった温泉。温泉すごい気持ちよかった。どんな温泉でしたか。どんな温泉だったの。ちなみにぬるぬるする温泉だったのかな。五郎さんは温泉入ったらどこから洗うんですか。五郎はまず、うん、え、いいの、普通の答えでいい。え、ってボケてもいいですよ。ちょっと余計なこと言わなきゃよかったな。腕から洗います。え、五郎頭から洗います。頭から洗うんだ。洗います。はい、尻尾いつ洗うの。
デリケートゾーンだね。ちなみにフニャシーのゴロはどうやって尻尾洗うの？ちょっとやってみて、洗うところ。あ、洗いくすんのか。あ、なるほどね。あーで、フニャはゴロの尻尾を、あーそうやって洗ったそう、だって君たちさ、あのお相撲さんじゃないけどさ、自分のお尻洗えないよね。あ、いや、洗えるの？あれか、洗いっこすんのか。そう、一緒に一応お風呂入ったもんね、昨日ね。で、洗いっこしたんだ。うん。一人で入るときはどうするのね。ゴロさん、一人で入るとき、うん、ふにゃがいないとき、うん、お尻どうやって洗うんですか。ここが湯船だとして、おう、マジですかそれ、ちょっとあのえ感じ、ちょっとあの、他のお客様にすごく迷惑だと思いますけど、すいませんゴロ、すいません。フニャはどうすんの？お尻洗うとき。洗わねえもん。あ、猫だもんね。舐めちゃうんでしょ。いや、洗わないの？基本もうそのまんま。何それ？何、じゃあゴロに訳してもらって。え、何？近寄るなって？何？何？ふがふが言ってます。最近あれなんですよ、人がに言われて一番傷つく言葉は多分ね、誰もが臭いって言うとそれを言われるのがね、人間でも傷つくよって言ったらね、二人でね、臭い臭い言い合ってんだよね。すいません、ふにゃしーさん、ステージ中ですけど。ふにゃちゃん、日陰が好きっていうか、日焼けしちゃうと、うん、自信ない時こっち向いて喋ってやめてもらいます。バレたね、アテンド泣かせですよね。ゴロ、お兄ちゃん何してんだ今日。ちょっと分かんないです分かんないです。ちょっと分かんないです。フニャは、フニャちゃん、お兄ちゃん、おとん何してんだ寝てる、多分寝てケツかいてる腹かいてた、ね、さあそろそろ時間かな、はい、ね、10分経ったかな。なんかあれでしょ、ゴロ、フニャ、もう白金、ね、イベントもこれで最後なんでしょ。あの、今日はそうなの、ね、次のプログラムないでしょ。何、そうなんだ、今日で最後。なんかあれだよね、裏でさ、ゴロ、フニャ、石田さんがステージを歌ってんだよね。そう、今日石田さんと、かんちゃんがこの時間同じステージ、別のステージでやってんだよね。そうなっぴよ。さあ、エンディング一緒にできなかったんだよね。なんでこれはもう、あの、ふにゃしー、ふにゃごろ、このエンディング任されてますから。じゃあゴロさん、なんか一曲お願いしますね。ええ、え、締めの一曲を何かこう。瞬間にやってくださいよ。じゃあ、ふにゃ、ふにゃもせっかくだから横に並んで一緒にやってください。ふにゃ、前来て、前来て、ふにゃ、前来て。よし、じゃあ、ふにゃっしー、船頃バージョンでいきましょう。前に並ぶんかい。こっちの前じゃないよ、横来て、横重なるんかい。ごめんいいですね。はい、いきますよ。はい、いいですか。なんか
都会ではないエコー踊り方があったよね。エコーみたいな、山びこみたいなのあった。なんかちょっとなんか恥ずかしかった。あの多分これあれじゃないの、ゴロなんか新白河の駅まで聞こえてる感じがする。え、すげえ遠くまで行ってる気がするよ。すいませんいや謝ることないね。えありがとうね、ありがとう、ありがとうね、ねえありがとうございます、皆さんありがとうございます。はい、じゃあそんな感じ。最後じゃあお写真、お写真撮ろうと思ったけど携帯置いてきちゃった。え携帯がないことに気づいたよ。ちょっとちょっと、そうそうそう、ここに僕を知ってるスタッフさんいるかな。いないね。いないいない。僕と LINE をつながってるスタッフさんはいるかな。いないね。じゃあ皆さん、じゃあゴローフニャ写真を撮りましょう。はいね、じゃあそこでまず左のお客様にポーズを取ってください。5秒間いくよ。はい、せーの、5 4 3 2 1 0。じゃあ今度左行こうか、右か。右、誰か知ってる、知ってる人いないかな。いいかな。どう数えてじゃあゴロ。をさ、うん、はい、ゴロフに後ろ向いてごらん。後ろ向いて、後ろ向いて、そこでしゃがんでごらん。はい、これ全体撮ります？いきますよ、全体的に。はい、割と入るようにいきます。いいですか。はい、なし、ありがとうございます。取れたかな。はい、じゃあそれ後でそれ僕もらうようにします。はい、じゃあゴロフニャ、はい、最後に、はい、コールで締めましょう、いつもの。はい、はい、じゃなくてさ、はい、適当になる、適当になるじゃない。はい、じゃあ上、上置いて、上、はい、おい、はい、じゃあゴロさん歌歌ってください。いはい、言わねえのか。それは嫌です。じゃあいいですか、はい、じゃあナッピナッピニャッシニャッシにする、それとも感謝関係にする？なんか昨日はあれだったもんね。昨日どっちだったの？だったから。じゃあ感謝感激にする？感謝感激だし汁ぶしゃんする？じゃあ皆さん最後なんで大きな声でいきましょう。大きくなってよ。いきますよ。どうぞ。準備はいいなってか。せーの、感謝感激だし汁ぶしゃん。ありがとう。はい、ありがとうございました。ふにゃし船ごろでした。なんだなんだ、どうしたどうした。はい、ありがとうございます。はい、じゃあパフィーに合わせて退場。ダーン。